あ、いつもそんいなつもに。通りか。あ、シャンさん、こんばんは。え、来てお、ない。あ、来ましたえ、こね。んシャンばんさん。は。あ、急シにャンなんさん、かこ明んるくなったけど、ばんは。なんだ。今夜も楽しみです。ということで。よろしくおお願い願しいします。ます。はい、お願いします。はい、ぜあ、ひ。全ぜん然ざやんいさん。屋さん来たよ。わーい、こんあ、ばんは。ぜんざいやんさん。本日もよろしくお願いおいた願しいましす。ということで。ます。ぜんざい屋さん来皆さん、コメントよろしくお願いいたします。下向くとすごい暗くなっちゃう。そうね。はい。私もここにいるわよ。私もいるわよ。ゲストです、これ。これ。これ。眠り姫がゲストです。今日のゲスト。かわいい。かわいいって褒められてるよ。おお。かわいすぎる。褒められてるよ。ぜんざい屋さん褒めてるよ。前回もう1時間で御家人の話の半分ぐらいまでしか、結局でも、はい、前回は三浦の前で終わったんだよね。三浦の前で終わってます。三浦を紹介するところで終わったんだよね。三浦の直前までですね。だよね。だから今日は三浦が来るぞ、三浦がこっちに向かって、うんるらしいぞ、はい、出発したぞのところまで行ければなっていうところですけどね。まあ多分行くと思いますけども、はい、出発して、あれ、はい、待って、私この中西、あ、中白末、中白、これすげえ、これしげ、うん、中原、あ、私この人たち全然調べてないや、うん、この人たちやってないかったんだっけ。まだまだです。私全く調べてない。忘れた。抜けた。ここだけ。今日5から。中原さん2人。中原、中西、中八、うん。新藤。新藤。こっちゅうた。あ、こっちゅうたか、うん。あともう一人ちょっと。その辺、うん、今日行きます。この4人、私ごめん。全然わかんない。はい、すいません。その後の三浦からはちゃんとやったんだけど。63からでいいんですじゃあ。うん、まあ、62までなんですけど、だよね、で、今まだ止まってて、日付変わるよね。そう。うん、で、読んだら63から。そうだよね。前回の続きはいいよね、別に。前回の続き、ちょっとだけやります。はい。佐々木、鎌倉と、それから中綱の家人たち。そうだよね。と、三浦と横山と、別にアップしなくそれと義朝の代、先代からの家人というところがまだ残ってますので、うん、じゃあ63に入ったら63さらっとちょっと確認していきましょうか、はい、ね。まあ、最初の御家人たちなんでね、うん、はい、はい、こっちには映ってますか。吉田智子さん、こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。はい、いろんな御家人がいましたね。シャンさんはいろいろいますね。うん、いました今回もちょっとだけ。はい、今回もちょっと確認してからね、うん、次に行きたいと思います。なかなか石橋山に至らない。至らない。まあ大事なとこだからね、あんま飛ばせないというのは、うん、そうですね。皆さんどしどしと、コメントいただけると嬉しいですね。はい、お願いします。今日の生放送カメラこっちですね、はい、こっちは、こっち録画用です。録画用、はい、さあ、てーてーてってれーてーてててん。はい、ということで鎌倉の歴史雑談番組武士トーク第14回ですかね。14回ですかね。ですか、前回13だったから14ですかね。14か15か、はい、14、14ですかね、うんうん、14です。はい、ということで始まりました。鎌倉でガイドをしている3人がですね、吾妻鏡を読みながら雑談をするという生放送の番組でございます。はい、いつも通りですね、はい、お二人自己紹介していただいて、はい、本編に入っていきたいと思います。はい、では、めぐみさんから。はい、ゆるーく楽しく、歴史もちょっとだけ学びながら、鎌倉をご案内している、ゆるかま散歩代表、内田めぐみでございます。よっ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鎌倉のみならず、飛び出して江戸、そして5月からは中山道と、あとお城なんかも、ガイドしたり講座をしたりしております。ね、岡田秀之と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、今すごいですもんね。いやいや、ありがたい限り、ね、講座の、まあ、最後にね、講座の情報を皆さんにお伝えしようと思いますけど、売れっ子の講座ということで、いやね、ガイド街歩きをしたいんですけどね、もっとね、はい、ちょっと講座がいっぱいになっちゃって、なんかまた今日一つなんか紹介、はい、すごいされた、すごい、まして、
それをどうしようか。はい、うん、小田原ももう決まったんですか。小田原も話が来て、はい、決まりました。おお、すごい。何日にやると、小田原まで行くの。小田原まで行きます。すごいな、はいはい、いっぱい来ていただかないと採算が取れないという。引っ張りだこですね。それにしてもね。いや、はい、ありがたいです。いや、素晴らしいです。そして今日は鎧を、あ、そうですね、今日はこの講座の前に鎧を一生懸命、はい、講座じゃない、はい、生放送の前に鎧を一生懸命作っておりまして、ようやっと着れる、うん、胴体を着れる状態になりまして、うん、いや、おかげさまで。そのうちにお披露目できるかなと。ね、ね、足掛け6年、はい、そのうち6年もそう、そのうち5年を小ザネで、はい、小ザネ作りで5年、そうだったんだ。1年でここまで至ったという。素晴らしいですね。毎年今年中にって言ってるっていうのが分かりました。そう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 、毎年今年は今年はって目標言い続けて、はい、だんだんもうなんか苦しくなってきたんですけど、でもまあ今年こそはですよ、本当にね。そうですね、春のうちにっていうところではあります。春のうちに、本当に。そのうち、夏のうち。いやー、今度はもう、ね、そのうち秋までに、そのうち年内にってなってくる。来年こそは、うん。さあ、ではコメントの方いかがでしょうか。天の声は、笠井千恵さんでございます。わかりました。はい、全財庵さんが、はい、柴大社の公演お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。YouTube 見ました。見に行かれなくて残念でした。ね、えなかなかあれも面白かったですね、うん、そうですね、素晴らしい機会でした、まあ、生涯に1回しかない機会ですからね、あれはね、青木忍びおしげさん、こんばんは。あ、おしげさん、こんばんは。ともこさん、大変いつも詳しく解説していただいて勉強になります。たくさんの御家人のことを勉強させていただいており、レベルが高いです。ともこさんなんてすごい。いや大変恐縮ですね。ねえ、恐縮ですよね。そして善財庵さん、岡田先生、本日のスペシャルゲストの紹介をしてください。本日スペシャルゲスト、はい、ここにいらっしゃいますのは、私の主ドビーちゃんでございます。私の主じゃないわ。ドビー姫でございます。ドビー姫でございます。はい、そうですね。ともこさんが、諏訪大社の声、迫力ありました。鎌倉さんのワンちゃんは今日は出ないのですか？ここにいます、ここに。そこにいるってことですね。かわいいって。あ、しもべのドビーがね。かわいいって褒められてます、うん、みんなに。はい、ありがとうございます、皆さん、はい、ね。たくさんコメントいただけるとね、励みになりますんで、よろしくお願いいたします。すごい、いい名前だよ。この後もね、引き続き、笠井千恵さんの天の声からね、コメントの方、はい、言っていただけることになっております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回はですね、石橋山の戦いに至る前の、うんうん、初めて御家人という言葉が出てきたところ、うんうん、まあ、頼朝に付き従った、一番最初の家人たちをちょっと紹介してきました。うんうん、まず、北条、それから小野田、うんうん、そして、加納の一族、うんね、加納の工藤と、うん、それと中村党まで、うんうん、まあ、大きく分けると3派ですね、うんうん、紹介してきました。で、残りの人たちを今日ちょっとさらっと解説して、うん、次に行こうというところなんですよね。次はですね、佐々木、佐々木源氏ということでね、来ました。4兄弟が名が上がってるわけなんですけども、はい、ここの御家人の中にお父ちゃんの名前はないと、うんうん、というところでございます。で、これは、まあ、他のね、まあ、吾妻鏡だけではなくて他のその源平盛衰記とかもろもろ確認すると、うん、お父ちゃんのね、佐々木の秀吉、うん、それから五男坊ですよね、うん、佐々木の義清かな、うん、に関しては、あ、まあ、大和型に組みして戦っていて、うんうん、まあ、佐々木一族も両方に2つに分かれて戦っているという状況が確認できますと、うん、ね、ということでございまして、佐々木の、まあ、お兄ちゃん定綱、うん、次男、常隆、うん、そして、三男坊森綱、うん、四男が高綱、うん、で、ちなみに高綱と四男の高綱と五男の義清は全く同い年と、そうですか。お母さん違いですね。お母さん違い、お母さん違いですけどもね、うん、はい、ということになりますと、うん、このあたりはね、まあ、今までの武士トークでもちょこちょこ話に出てるので、うん、それなりに話は今までも出てて、うん、一応確認としては、長男の定綱は、うん、近江の国、うん、蒲生のこれ方の娘婿なので、うんうん、まあ、近江にいる時代から、うんうん、近江の黒人と、まあ、婚姻関係を結んで、うん、まあ、その後ね、まあ、相模の国に逃れてきたというところでございます。うんうんうん、
それから次男坊に関してはですね、お母さんが宇都宮市ではないかとされていて、うん、まあ、4兄弟の中では唯一お母さんが違うと、うん、他の3人は頼朝の近親者なんですね、うん、頼朝の、あの血のつながったいとこなので、ね、うん、ということなんですが、で彼はですね、常隆に関しては、旗の、うん、あるいは大友の常家の娘婿ではないかと、うん、で旗のにずっと、まあ、住んでると、うん、まあ、居候してると、うん、いう状況でございます。それで綱がつかずに常がついてるわけですね。かもしれないです ね、 常家の常を ね、 もらってね、常隆、うん、かもしれませんね、うん、はい。そして三男坊の森綱に関してはですね、小野田の森永、まあ、後の足立の森永の娘婿、うんうん、で、まあ、同じようにやはり返記で森の字をもらっているということでございます、うんうん、で鎌倉でちょっとゆかりがあるのが、あの小百合神社ね、もともと八王子社って言いますけども、はい、彼がね、建立しているという伝説がありますと、うんうん、森綱が建立してるんですか、うん、三男の、ね、森綱がね、はい。そして四男が高綱ですけども、うん、彼はまあ京都にいて、うん、京都の吉田にいるということなんですよね、うんうん。まあ、どこでもドアでやってきたと。ものすごい遠いところをね、うん、やってきましたというのが4人なんですけども。うん、さあ、この辺ちょっと、めぐみさん、そして、秀樹さん、うんうん、どうですかね、なんかあれば、佐々木一族に関して。なんかありますか？この前、常隆来てましたね。うん、ああ、そうですね。大河ドラマ、ね、鎌倉殿の13人のね、うん、常隆役ね、うんうん。はい。伊沢弘樹さん、来ていただきました。そうそう、伊沢さんの回面白かったです。はい。森綱さんの建立したあの小百合神社、もともとの八王子神社、うん、あの八王子といえば東京の八王子ですけど、うん、あそこもあの八王子というのは八王子城というお城から来てて、うん、でそのお城の名前の八王子というのも、うん、あの神社の名前から来てて、もともとはあの神様、うん、八人の神様、うん、あのそう総称してたらしいですね、うん、でも実際はあの、はい、その由来ははっきり分かってないらしくて、なんか謎の多いあの8人の神様らしいですね。どっから来たのか、どういう神様なのかっていうのがはっきり詳細が分かってないらしくて、まあ、その辺はあの八幡宮の八幡神、八幡の神様と似たところがあると思うんですけど、なかなかそれもあの調べてみると面白いかなと思いました。そうですね、はいはい。ちなみにその武蔵の八王子、うん、八王子城の八王子も、うん、佐々木一族とは何か関連があるんですか？いや、あの八王子神社があるから、はい、八王子城が作られたっていうことで、その八王子神社は多分八王子神社は佐々木さんが、はい、あの崇拝っていうか、まあ崇敬してた、お祭りしてたっていうことだと思うんですけど、はい、うん、多分あの八王子城自体は佐々木さんとは関係は、はい、多分ないと思います。はい、そうなんですね、はい、なるほどなるほど、はい、はい、分かりました。さあ何かね、はい、コメントで佐々木一族に関してね、佐々木一族の、思い入れのある方いればあれですけど、そうですね、本当そうなんですけど、うん、はい、コメントはどうでしょう。はい、集まった時はみんながね、あ、うん、御家人という主従関係がなかったと考えると感慨深いですね。うん、で、あと全財園さんが今来ました。ぜひ紹介させてください。はい、佐々木高綱公の末裔の一人は戦国時代頃には、伊豆で海軍率いる富永、はい、富永でいいんですかね、これ。主となり、後に御北条の傘下に入り、戦国時代の城代、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 城代を務められたそうです。あ、富永氏って佐々木の流れなんですか？ああ、あれだ、あの全財庵さんと親しくしているイラストレーター、はい、そうそうそう、イラストレーターの、はい、一条さん、一条高之さん、はい、があの方が、そうですかね、なんか言ってましたね、そういうの、うん、確かに御北条で富永って言えばね、うん、結構名のある名のある豪族ですけど、そうですね、うん、佐々木の流れなんですか、知らなかったです、ね、そういうことみたいです。私も全然存じ上げなかったんです。あ、そうなんです ね、 ね、でも広告事情の上代になるってことは相当ですよね、広告時代の上代、ね、うん、まあ、ほとんどのがね、備中の黒人ですからね、ご北条って言えばね、うん、はい、ね、じゃあ富永も彼備中から来てんのかな。はい、ありがとうございます。いろいろとこうやってね、コメントいただけると、まあ学びになりますね。ありがたいことです。はい。じゃあちょっと佐々木に関してはちょっとこれで終わりにして、はい、続き鎌倉島がいます。うん。